れ様でした。はい、ご苦労様でした。お疲れ様でした。この前のあのウィリー戦のやつは、はい、なかなかあの評判が良かったんですけども。何の評判？視聴者？視聴者。ああ、ね、あれが良かったんで。でもね、あちこちいろんなこと言ってるからさ、なんか文句言う人もいるんじゃないの？いや、あのそういう人たちの意見はそれとして聞いて、あの自分たちはあのその最高者がそのとその時に見たということを、うん、あのただ皆さんにこう伝えればいいと。ただね、その YouTube のこの君たちのあれでやってるんだけども、みんなに分かってもらいたいのはね、これは私の体験と私の意見ですからね、他の人をこの誹謗したり、他の人のこの意見が違うとか、そういうことは絶対ないっていうことをね、はっきり言っとかないとなんだよね。おす、はい、おす、なんか何かまた聞きたいんですか？実はですね、これもまたあのずっと聞きたくてしょうがなかったことがあるんですけども、その猪木戦の前年にありました、うん、極真の第2回世界大会、 あれのウィリー・ウィリアムスが狂っちゃったというかのはありまして、うん、狂ったっていうかね、まあちょっと狂乱っていうかね。そうですね、あれはあの梶原一騎先生の方によりますと、前日にホテルにウィリーとその宗主を呼び出して、うん、君たちちょっとあのこういう事情だから、明日の試合はちょっと考えた方がいいんじゃないかというふうに示唆したということを本の中では言ってるんですけども、うん、そうですか。私の記憶と私の意見では、梶原先生は素晴らしい先生ですけど、それはないね。あの前日は兄貴は私と一緒にいましたよ。それにウィリーはホテルで休んでましたよ。ただそのすでにその前にその梶原先生とそのうちの兄貴大山茂と黒崎先生とその何かの話があったかもしれない。でもその前の晩に行ったっていうのは私の記憶、私の意見ではないですね。申し訳ないけど、あの時のウィリー・ウィリアムスはもう、1回戦シードで2回戦3回戦4回戦と全てこう一本勝ちで上がってきてましたから。そうね、私テレビ解説したんだよあの時。テレビ解説だ、知らないの？私テレビ解説だ。失礼しました。結構テレビ解説であんな有名なのよあんた。私の解説はね、こう試合しててね、大体読めるから、大体この人の技、この人の得意技、この人の不得意の技、この人の性格って大体試合に出るでしょ。ある程度予想すると、それが結構当たるのよ。知らないのあなた。失礼しました。失礼だねあんた。あの時にね、ウィリーが一本勝ちしてこう上がっていったじゃないですか。あのまま行ったらね、危ないっていう、もう完全に出たと思うね。でウィリー自身もね、そのウィリーはもううちの兄貴のことを本当にね、自分の親父のように思って愛してるわけよ。こう尊敬してるし、その大山茂宗師の言ってることは何でも聞くって言われて、それで彼は彼なりに彼のうちの兄貴の立場を理解してるわけ。うちの町の立場っていうのはね、大山総裁と梶原先生と黒崎先生の間に入ってると。で、猪木の大きなビッグビジネスがあると。その間に入ってこうなってるわけよ、うちの兄貴が。それを私はこう見てて解説してんだけど、何喋ってるかわからないわけだよ。なんですね。だから私の想像で言うと、その、なんていうの、その苦闘っていうか、その逃げられない、その、罠っていうか、それじゃないけど、あの、その間に入ってしまった、そこを解決するためには、ウィリー・ウィリアムスがチャンピオンになったら、これは大変なことになると。どっかで終わらなきゃいけないと。彼は彼なりに判断して、兄貴もそれを暗黙のうちに認めて、それを梶原先生が、そのドラマティックに本に書いたんじゃないですかね。あ、私の想像ですよ、これは。信じてもらわなくてもいい。これは勝手な意見と聞いてもらいたい。あとはやっぱり、この宗主も、大山増達、当時、官庁から、中村誠師範を、ぜひ世界チャンピオンに
してくれと言われて、ニューヨークの道場でこう中村誠さんをこう仕込んだということも、やっぱりそれも関係してますよね。やっぱりいや関係してますよ。要するにね、第1回世界大会の前にその伝統派の人たちがパリで負けたでしょ。で日本の空手は負けてないって声明文出したじゃないですか。で日本と取ったらいいっしょってやったじゃないか。おお腹を切る。あそこまで言っちゃったらね、これはもうその第1回で佐藤和明、佐藤塾の佐藤がチャンピオンになったでしょ。第2回は誠ですよ。誠を指導できるのがいないんだよ。だから電話かして君誠を頼むってこうなるわけよ。そうすると頼むっつってね、飯食わして飲まして教えて、これは大変なもんですよ。あんたこれ昔あの俺たちがキックボクシング始まる前に、あの時黒柳先生が自分全部背負って俺たちを鬼怒川の合宿に行って、選ばれたのが岡田さんと岡田先輩と俺と中村正、制度地区の会長と藤代ですよ。足原だとかその他の人間どこにか分かんないよ。選ばれてないもん。その時のその経済的な負担、いろんな問題は黒柳先生全部自分で背負ったの。ご自分で全部。そうですよ。総裁がね、君頼むよ、これで終わりだよ。中村誠はね、恵まれた体、それで一番いいのはね、彼の性格がね、我が強いっていう、そのわっていうその気合が入るわけよ、誠は。それを日本では誰も指導できる人がいないんですよ。だから結局うちの兄貴に来て、アラバムにも来て、私もね世話しましたけどね、これあいつが何と言おうとはやったことは間違いないんだから、その時に兄貴がねどうやって彼を教えるかっていうのをちょっとそれ置いといて、その三平とウィリの話を続きましょう。はい、その佐藤俊一戦で初めてこう政権突き使って、それを見たらこれはすごいなと。いやね、前屈立ちを稽古してるじゃないですか。踏み込んでたっていうその突きがね、君たちはあんまり分かってないんですけどね、あのその腰がグッとある程度中腰に入れてダン叩いて、前の叩いて相手を止めて、力強い逆突き、また前の手123、それで蹴って、あれだけの体とあれだけの身長がある人間があれだけのパワーを出したらね、なかなか受けきれないですよ。だから三平君に戻るけども、三平戦でも最初のちょっとスタートした時にウィリが1、2、3ってなって三平が下がったじゃないですか。そういうのはね、三平のそのスタイルっていうのはある程度体が開くわけ。どうしても体が開くからウィリのまっすぐの突きをね受けたとしても押されちゃうの。だからあのまま行ったら今度はウィリと誠の試合になっちゃうかもしれない。これは三平には失礼かもしれないけど、まあもちろんね、三平が勝つ可能性も十分ありますよ、ウィリーに。予想として私だけの意見で言うと、その1、2、3、ドンっていう蹴ってきたら、その三平は右の下段が得意でしょ。それあとは突きでしょ。突きもね、ちょっと体が開いて突くから。この前屈立ちに縦の線でパッて突くのとパワーが全然違うわけ。マイク・タイソンとそのモハメド・アリーの話になっちゃうけど、僕見てね、君たち、その違いわかる？モハメド・アリーは立ってターンターンって叩くじゃない。だから体が開かないわけよ。マイク・タイソンは大きくないじゃない。身長がないでしょ。そうですね。だから、そのまっすぐの突きについてもね、体が開いてから、突きのパワーと突きの鋭さが違うの。そうするとね、開いた時には、ね、振る力がすごい強いんですよ。だからマイク・タイソンが中に入ってこうウェーブしながらターンターン、もちろんアッパーも出すけども、そのまっすぐの制限っていうのはね、なかなかあの開いた時には効かないですよ。効くけどね、そのパワーが前屈してパッとこうつくのと、腰が入るのと開いてるのと全然違うの。だから前屈立ちがあり、際立ちがあり、反前屈反際立ちがあるわけ、体の世界。君これだけ教えてるんだけど、君たち全然分かってくれないのかね。だから結論から言うと、まああの三平とウィリーの試合でウィリーが勝ってしまえば、トップに上がって問題がもっと複雑さになって、うちの兄貴の立場ももっともっと悪くなると。
総裁のプレッシャーがダーンと入ってきて、もっとすると、これはちょっとあれだなっていう、ウィリーと兄貴との暗黙のその、なんていうの、心の交流があったんじゃないかと。これはもう勝手な想像ですよ。もちろんそのとこにはその兄貴と梶原先生の関係、梶原先生と総裁との関係でいろいろもうこんがらってるわけよ。もう複雑なわけ。あそこまでのビッグビジネスになると。だからウィリー自身がこれ以上やったら私の尊敬する大山茂総氏が大変な立場になっちゃうんじゃないかと。これはもう涙物語になっちゃうんだけど、もうそしたらもう自分からもう身を引いたよ。それは分からないけれども、そういうふうに身にも見えるなっていう私の意見です。だからそのまま言ってしまえば、今度は誠とそのウィリーがぶつかった時に、その武道の世界でもスポーツの世界でも勢いっていうのがあるわけよ。この何でもその武道の素晴らしいところはね、剣道でも柔道でももちろんあの空手道でもいろんな武道でもね、その稽古をしてると練ってる時に自分の方がどこまで強くなったとか、どこまで俺はその技を把握したとか、なかなかわからないわけ。それでもね、それをその自分と戦って練って鍛えてこうやっていくと、それがもう半年、1年、2年、3年、4年、こうやってパッ、ある日突然ね、花が開くわけ。はっ、勢いが出るときで、その勢いが他のスポーツでも見られるでしょ。ゴルフでもタイガー・ウッドがもう勢いすごかったじゃないの。もう破竹の勢いよ。それにマイク・タイソンがもうダーッと出たときに破竹の勢い。一発でどん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 倒して。すごかったですね、あとね。そうでしょ、本当にすごかったと思ってる。いや、本当に思ってます。いや、そうでしょ、その今のね、僕はね、ボクシング界でね、時々 YouTube で演じるするのは、あの、なんていうの、井上尚弥。あの人のね、あの、足の運び、あの、左のジャブ出し方、動き、左の振り打ち、フックですか、あれ見ててね、その稽古のあれなんか見るとね、本当に勢いが感じるね。その心技体がカッと放って、パッと花が咲いたって感じ。わかる君？わかります。君、そういう経験したことある？ないです。僕はありますよ。失礼しました。はい、僕は原山を追っかけてる時にね、ダーッてやった時に、ある日突然パッって、ね、他の黒帯全然怖くなくなったからね。ちょっと自慢するわけじゃないけど。ちょっと自慢させてよ。はい。結論を出すとね、あのままウィリーが勝って、その心配が もっと大きくなるじゃない。今度はウィリーと猪木戦がもう決まっちゃってるんだから。そうすると今度はあのウィリーが三遍に勝ったとするね。ね、それで誠とぶつかって、誠がその真剣勝負だから、もう試合だろ、どうなるかわからないじゃない。ほんでウィリーが勝っちゃったら、これもっと大変なことになるわけよ。プレッシャーがもう、極真界のイメージの上にドーンとこう重なるわけでしょ。それはもう兄貴も俺が解説して困ったなこれはっていう感じになるでしょ。そしたらもう周りの人間全部息できないね。決勝戦でウィリー・ウィリアムズとその中村誠さんがこう戦ったら、やっぱりウィリーがこう行っちゃう可能性もやっぱりあったわけですね。それは勝負はどこでもありますよ。だから三平とウィリー戦でも三平が上がる可能性はありますよ。十分あります、三平ぐらいになったら。もちろん。そうって言ってこないとね、ほんとダメよ。ダメって言ったら。いや、三平ぐらいの実力持ってたら、もちろんウィリーこなすぐらいの実力十分あると思うよ。あのぐらいになるとね、みんな自分のスタイルがあるわけ。組手のスタイルが。あの三平のスタイルとウィリーのスタイルでこう噛み合わせると、ウィリーがこう来ると、まっすぐの突きでどんどん入ってくると、体が違うし、リーチも違うし、あの速さで来ると、あの時の勢いがウィリーに乗ってると、これちょっと三平やばいんじゃないかなっていう私の予想ですよ。わかる？だから三平が負けたとは言ってないですよ。もういいんじゃないの話。おっす。乾杯。おっす。ご苦労さまでした。